ごきげんようタコボンドです。さあ今回恐ろしいゲームをやっていこうかなと思います。でこれゲームやる前のこのファイルの画面なんだけど、これ押すとゲームが始まるみたいなんでね、早速やってみるか。さあ、おっとなんだ、 Windows によって PC が保護されました。なんか警告出ちゃってるし、 PC に問題が起こる可能性がありますって書いてる。まあ、関係ないよね。やっとこか。さあどういうのが始まるんだろう。楽しみ。やらなきゃよかった。何これ、恐ろしすぎる世界。いいで、あ、なんかできた。なんだなんだこいつ、ちょっと青鬼に似てるな。なんか喋ってるよ、日本語でお願い。そしてこいつからなんかくちゃくちゃ聞こえる気持ち悪い世界。なんだこの生き物、この世界から抜け出さないと。あれでも閉じ込められてる。こっちも塞がれてるんだけど、なんだあの絵、うまいな結構。あ、開いてる、椅子の間に。進んでみるか。またお、なんだこいつ、またなんか喋ってるよ。このゲームの作者かな、制作者かな。なんか檻の中にいるし。何これ、わ、鉛筆だ。絵も描かれてるね、うまいな。でも絵が、なんでこれ檻の中にこんな閉じ込められてるんだ。バケモンの刑務所かなんかかな。ここなんだ、 お前が喋ってるのか。今度はこいつが喋り始めた。あ、待って、閉まってるんだけど。こっちあの絵とかもところどころ飾られてる。また開いた。どうしたのこいつは。ちょっと苦しそうな声が耳から聞こえる。やばいなこの世界。何してんだ、何してんだこいつは。なんだこれ、うまいな。一回も地面に落とさずピンポンしてるよ。やばい青鬼みたいだなこいつ。そこはなんだ、なんか踊ってる、音楽に合わせてノリノリだな。何この世界観。あ、仲間だ、僕と同じ仲間。こんにちは。こっちはいけないのか、ちょっとどけよ、こっち気になるのに。てかなんでこんなバケモン踊ってんだこんなに。何こいつ、こっから音楽が鳴ってるね。バケモン、メスのバケモンだ。バケモンにもメスがいたんだね。何これ、こいつに至っては顔がないし。まあでもノリノリだね。お、鳥だ。動きが面白い、ロボットダンスかな。何してんそれ。
なんだかんだなんか楽しそうな世界だね、ここ。おお、うまい、すごい。そのクッキーみたいなのよく折れないね。折れそうなんだけど、進んでみるか。なんか喋ってるよ、顔が。こんにちは。うわ、でっかい目玉がいる。なんだここ、なにこれ。ポケモンもこういった楽器とかやるのか。お腹手に入ったぞ。あ、どうやらこれなんかアイテム手に入れることができるみたいなんだけど、7個集めればクリアみたいな感じなんだよね。うわ、何この世界。お、魚がいる。どういうことなんだ。待って、花もいるんだけど。花、初めて見た花。なんだこれ、波？すごい四角い波だな。あ、これさっきのライブ、こっからでも見れるのか。なんか飛んでるし。何この世界。もうこのゲーム作った人ある意味天才だな。これは、おーっと、あ、なんか出た。お、2個目よし、ゲット。こんな感じで集めていくか。まだところどころね、隠されてるみたいなんで。あったね。これ入れる？あ、いけたね。よし。お、こっちルートからも、なんかいけた。こんな隠された道があったのか。ゲートっぽい感じにはなってるからね。あれ？開けた開けた。魚いるけど、潜っちゃったね。こっちの方も見てみよう。開いた。お、またゲット。いいね。どんどん集まるよ。そしてこれは？なんだ？特に何もできないか。さ、こっち。なんか始まった。演奏してるよ。そしてさっきのクッキーモンスターが踊ってる。ちょっと頭がどうかしそうな音楽。この音楽。消えるんだね、離れると。こっちもあるよ。これもまあ似たような感じかな。なんだこのバケモンのメス。こいつ首どうなってんだ？見せてくれない、首の中は。気になるな。後ろ向いちゃってるし。さ、こっちの方も順番に見ていくか。あ、開いた。お？なんだ？出てきたけど特に何もなしか。びっくり箱みたいな、驚かせる何かかな。Help me. なんかいるよ、こっちには。 Help me. 何これ。うわ、生まれた。うわ、生まれた。出た。ありがとう。アイテム手に入った。なんだこのからくり。なんで、どういう仕組みこれ。まあ、バケモンだからね、深くは考えないでおこう。汚いな、トイレ掃除しろよ。それにしてもやばいな、この世界。
夢に出てきそうなんだけど。こいつもなんか持ってるよ、アイテム。口の中に。もらっときたいけど、お、食われないとダメかな。よし、取って、戻ろう。よし、大丈夫だったね。そろそろもう7個集まるんじゃないかな。お、アイテム。またもらったね。ありがとう。あれ？何もできない。あは。7個集まったようだね、アイテム。Say it. Say it three times. ちょっとまだ見てないところもあって気になるんだけど。Say it again. Again. 何これ？何もできない。Bah. お。何か現れたよ。クリアしたってことだよね。うわ、近寄ってきた。おーっと。何なんだこのゲームは。そしてまた初めから初めに戻ったね。これは永遠にループする感じかな。一通りクリアしたってことか。まあ、ちょっとまだ見てないところもあったからそこだけ見とこう。こっちの方はどういう化け物がいるんだ。回ってるね。なんだこれ。何こいつ。みんな踊ってるな、なんか。こんな感じの化け物の世界でアイテムを探していく謎ゲーでした。ちょっと明日から眠れないな。いや、今日から眠れないな。こんな感じでこの世界にはなぜ作られたのかよくわからないゲームがね、たくさんあるんで、また見つけたらやってみようと思います。それでは、今回の動画はどうだったかな。コメント、グッド、チャンネル登録、よろしく。